県内で新たに1895人、新型コロナウイルスに感染していることが分かりました。また、新たに3人の死亡も確認されました。県は今日午前10時までに、新型コロナウイルスの検査を5987件を行い、新たに1895人の感染が判明したと発表しました。自治体別では、金沢市が720人、 小松市が222人、白山市が173人、加賀市が166人などとなっています。県のモニタリング指標は、病床の使用率が52.2%と、昨日よりも4ポイント余り下がりました。また、県は新たに3人が死亡したことも発表しました。